専門学生が寸劇やクイズを通して SNS の正しい使い方を佐賀市の小学生に指導しました。僕が一回インスタに上げただけでこんなことになるなんて。この授業は小学生に情報モラルを身につけてもらおうと、佐賀市にある九州国際情報ビジネス専門学校と県警察本部が開いたものです。今日は佐賀市の小中一貫校市政館小学部の4年生およそ80人を対象に行われました。授業では学生らが寸劇やクイズを通して全国的に年々増加している SNS を使ったいじめや、一度ネットに掲載した写真や動画が簡単に削除できないデジタルタトゥーについて注意を呼びかけました。相手が傷つくから勝手にアップしたりしないように気をつけたいです。 LINE とか Instagram とかやってて、こういうことを気をつけて頑張りたいと思う。人の悪口やその友達とかに言わないように気をつけたいです。県警によりますと、県内では去年 SNS の利用をきっかけで18歳未満のおよそ10人が犯罪に巻き込まれたということです。